さあ、ということで、ビットリンセンサー実況プレートってこともんだけど、まあ、とりあえずね、今日もね、前回引き続き、まあ、負けるまでディビジョン戦、まあ、とりあえず今回ね、4勝してディビジョン3いけるんで、まあ、とりあえず4勝目指してやっていきたいんだけど、まあ、ちょっといつもと俺の声が違う、もしかしたら俺の声が違うかもしれなくて、ちょっと今、鼻がめちゃくちゃ詰まってて、鼻声なんで、ちょっとそこだけちょっと気になるかもしれないんだけど、まあ、別にそんなの特に書けないと思うんで、まあ、ちょっとやっていきましょうか。さあ、というか、ま、違いました。大分トリニータさん、対戦よろしくお願いしますと。さあ、大分トリニータごときに、J1 リーグのね、コンサドーレ札幌負けるわけにいかないんで、しっかりやっていきましょうか。さあ、そしてみんないい感じに好調で、キーパー絶好調と、そしてガブレル・マガリャンが好調なんで、まあ、ちょっとセンターバック2人とも左利きになってしまうのは若干ネックなんだけど、まあ、やっていく。そして、ジェズスも、サムリーゴーガーで、左にちょっとヴィンシス・ジュニオールで、まあ、あとは後半から変えていく感じでやっていきましょう。そこはジェズスのギーコラ試合開始と、まあ、今回もね、前回の動画引き続き、まあ、切断勝ちを狙っていこうか。とりあえずね、負けるまでやりたいんで、ちょっと、あんまり動画時間長くなっちゃうのもあれなんで、今回切断勝ちを狙っていく。さあ、ちょっとこれはまずいね。さあ、たら、大丈夫だよ。オッケーオッケーオッケー。サイドチェンジされていくか、ヴィンシスがしっかりプレスバックしていく。ちょっとこちらでしょうか、これ。このカビジャバいけ、カビジャバ。オッケーオッケーオッケー。さあ、ここでレオペレイラの勝っていくと、そしてシンプルに、カビジャバ使いつつの、さあ、ヴィンシスからの、ルカスパケダからの、一旦ビジネス、大外に叩きつつ、もう一回受けていく。素晴らしい靴したね。そしてビンシーズ、これ、ジムに行こうか、これ。出してよ、やっぱり。で、折り返しからの、ラビンやと。オッケー、最先よく先制点を決めていくと、素晴らしいんで、さすがの、ブラジル代表の連携の高さを見せていく。いいよ。さあ、抜き、これは試合最下けど、さあ、いい感じにカウンター1点取れたんで、オッケーナイス。しっかり追加点狙っていこうか。さあ、ラフィン、ワンツー抜けていけるよ、これ。さあ、素晴らしいワンツーからの、さあ、ラフィンドリブルと上がっていく、これ、ラフィン、ジムに行くわ。おわ、ふざけんな、こいつ。おい、ジェスー、オッケー、デススラムかわしつつ、しっかり2点目を奪っていくと、素晴らしい展開だよ、これは。さあ、ヌーゲス、キックオフと、まあ、シンプルに2点取れたんで、まあ、3点目取れれば、ちょっと切断も視野に入ってくるんで、3点目狙っていこうか。ただ、ここで1点取られると、ちょっと相手やる気戻しちゃうんで、ちょっと、そこだけちょっと気にかけていこう。さあ、レオペレラ寄せていこうか。さすがのジェス、いや、惜しいな、レオペレラ。さあ、ただ、ここレオペレラ再び勝っていくと、そして、シンプルに、ビンシューズからの、これワンツーね。さあ、そして3人目の動きのビンシューズと、素晴らしい連携だね、これね。そして、ビンシューズ、これスピードでいける、これ、ビンシューズ、ちぎっていける、これ。いやービンシューズちょっと持ちすぎたな。さあ、ただ、ラフィンや、これ。ラフィンや、オッケー、ここ、カズミロ、高さあるからね。ナイス、カズミロ。あー、バケティング。さあ、ビンシューズ、このアタッチ。さあ、そして、ラフィンや、これ。あ、ちょっとごめん、これは完全に俺のミス。ただ、切り替えろ。オッケー。いやー、それ、足出したかんな、これ。ナイスです。さすがプリスバック。さあ、そして、ギマランからの、これ、ちょ、これ、いけろ、これ。さあ、ラフィンや。オッケー。バケティング、オッケー、3点目取っていく。いや、ちょっとやっぱ、ブラジルだけ、クソ強えわ。さあ、第3戦でギブアップしたので、あなたの勝ちですと。まずは1試合目をしっかり勝ちに取っていくと。さあ、2試合目ね、時間もったいないんで、2試合目、早速やっていこうか。さあ、というのマッチングしました。はい、ANH383 対戦よろしくお願いします。ちょっとよくわかんない名前なんだけど、まあ、チームパワー低かったんで勝ってると思います。そして、選手はいい感じと。お、パウリング絶好調なんで、左サイドハーフと。そして、マルティネリも絶好調なんで、ちょっと、ここ入れ替えていこうか。ちょっと待って、パウリング真ん中いける？パウリング真ん中いけないんで、まあ、パウリングを右にして、ちょっと真ん中は、ジェイズスに頑張ってもらって、で、あとはマガリャン好調なんで、スタメンからの、まあ、チアゴシーバーも好調なんで、今回はこのプレミアリーグセンターバックコンビと。そして、フレッチングも好調なんで、ここ入れ替えていこうか。まあ、こんな感じで、あとは後半から変えていきます。一応ちょっとアイテムスカート見てみようか。さあ、いい感じなんだけど、チンポ、3090もあったっけ、さっき。ちょっと待って。そこは、ジェズの時、これは試合開始と、まあ、さっきね、いい感じに、短い時間で切断勝ちできたんで、まあ、今回もね、早い段階で、できれば先制点奪って切断勝ちを狙っていきたい。さあ、ここはしっかりと、ちょっと待って、みんな戻って。ナイスミリトン？ナイスミリトン？オッケー、パリンギョ、繋いでいこうか。パリンギョ、ちょっとこれは無理か。負けた？ナイスパケだ、よく取った。これパリンギョいけるぞ、これ。いやー、すーごい精度の高さ。さあ、そしてこれ冷静に行こうか、俺絶対冷静に行こうか。いや、最悪、それ足届くの、マジで。いや、もったいね、今の。もうこいつ、高さありすぎだろ、ルンベリゲ。大丈夫。いや、ちょっと軽いって、お前。オッケーです。え、何やってる、こいつら。なんでこれが取れない、ナイスキーパー。あー、ぶね、マジで、ちょっともう、これさ、これしょうもないさ、なんか理不尽なやつ、俺あんま好きじゃねえんだよな、面白くねえから、このゲーム。そこは、君、火のコーナー行くと。なんだ、このボールは。よすぎ、ダブルタッチくる。オッケー、ナイスフレッチ、しっかり寄せてるからね。さあ、ちょっとコーナーキック再びなんだけど、まあ、しっかりディフェンスしこうか。さあ、再び、君、火のコーナー来と。さあ、同じことはやらせない、ブルドキバナイス。さすが、そして、ジェズ寄せこうか、ジェズ。ナイスジェズ、ジェズ、取り切れ、ナイスジェズ、ヒール。よくないっす。いや、もうさ、なんでそれが届くんだろうな、こいつマジで。フレッチ、オッケー、ジェズ、ジェズ、ジェズ。オッケー、サイド展開してくれよ。オッケー、今の寄せこうか、俺ね。オッケー、大丈夫。ナイスジェゴシーバ。いや、もったいない。なんで今、なんでお前競り返せなかったんだよ、バチェゴシーバ。さあ、レオ・ジャルディンのゴール撃と。さあ、しっかりジェズね、セリアも結構強いんで、競っていこうか。さあ、ただちょっとディレクトには勝てないと。さあ、ただバケティング。オッケー、ナイス。オッケー、大丈夫。大丈夫。よすぎ。まあ、これはしょうがない。うぜえな、こいつ。
さあ、これは引き続き、これは試合再開と。まあちょっとね、先生ずられちゃったんだけど、しっかり切り替えて、同点ゴール狙っていく。さあ、ちょっと同じ展開をやってしまっているが、さあ、バケニング、出すバケニング。なんかさ、俺の方が頑張っ、なんか、俺、相手のインターセプトさっきはできんだけどな、俺のインターセプト、なかなか決まんねえな。さあ、これ押すぞね。さあ、ちょっと、なんでマルティネリ今戻ったかな、こいつ。ポジショニングがうんちすぎんだけど、こいつマジで。さあ、これガブリエルコンビ、オッケーナイス。さあ、レオジャレでやっていこうか。ナイス、レオジャレディ。レオジャレディじゃねえ。さあ、バケティング。さあ、バケティングからの、これちょっとこっち使っていこうか。素晴らしいね、これね。いや、そんぐらい繋いでくんねえかな、マルティネリ。ちょっと先輩だぞ、これ負けたら。オッケーナイス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 。ジャグシバ。ジャグシバ。ナイス、ジャグシバ。オッケー、バルニオ、バルニオ。これ、バルニオいける、これいけるわ、これ、フレッチ。さあ、そしてフレッチが一旦こう、ちょっと一旦キープしてもらって、一旦キープしてもらって、一旦キープしてもらって、これ使っていこうか。さあ、素晴らしいバルニオ、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 バルニオ。ナイス、バルニオ。シュートだね。ジェズー！いやマジか、いやちょっとジェズおし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 、しっかりと同点ゴール取っていくといいよ、いい感じだよ。さあ、ルンメニューのキックオフと、さあさあいい感じにね、同点ゴール取れたんで、しっかりちょっと逆転ゴールで、ね、切り替えて逆転ゴールになっていこうか。あ、ちょっとこれミスったな、これ。オッケーナイス。パケリング、パケリング。オッケーナイス、ナイス。さあ、そしてシンプルに、ちょっと急ぎすぎだな、ちょっと。ちょ、ロドリちょっと邪魔なんで、あ、ちょっと、デュース、しっかり。オッケーナイス。あ、やばい。ちょ、オフサイドだったやつ、おい、頼むよ、危ない、そんくらい前止めてくんねえと、シャリにならんからな、マジで。さあ、こう、カピジャーバからの、ガブリエル・マルティネリと、さあ、マルティネリ、ナイス・マルティネリ、さあ、バケリンからの、ナイス・バケリング、さあ、そしてマルティネリ運んでいって、スピードあるんで、こいつね、さあ、そしてシンプルにこれから下げていこうか、どこにクロス上げてんだ、まあ、悪くない、ジェズ、よし、結構、点取れそれが正義なんで、正解なんで、サッカーにね、点が取れたらそれが正解なんで。さあ、ルンメニューのキックオフと、さあ、逆転ゴール取れたんだけど、ちょっとこういうね、しょうもないキックオフからのよくわかんないやつは、ほんと好きじゃないんで、ナイス、素晴らしいね。そして、バルニオ、ナイス、バルニオ、意外と競り合い強い、バルニオ、ナイス、バルニオ、ワンタッチ、さあ、大外ね、一旦大外だからもう一個奥だよ。オーケー、ナイス、パケティング、あ、パケティングじゃない、フィッチンか。え、ちょっとアドバンテージあるの、シーバー。いや、いいスルーパスがしっかりチャウシーバー寄せるんでね、チャウシーバー、ナイス、チャウシーバー、さすがのディフェンスセンスと、さあ、そしてシンプルにフレッチングからの、ちょっと、前半終了間際なんで、ここ教えていこうか、レースにね、レースに行こうか、素晴らしい抜き出し、バルニオ。いやー、そんぐらいビリトンとなるし、ナイスビリトン、オッケー。これ、いいとこいるわ、こいつ、パケティング。そして、パケティングからの、これちょっと、3人目の動き。さあ、そして、チェズ。あー、ちょっと安直だったな。ただ、ディフェンス、パケティング。あー、ただ、審判増えならして、オッケー。なんとか逆転ゴール奪って、前半折り返しと。さあ、ちょっとマルティネリがね、あんまりにも、ちょっと最近ね、さあ、ちょっとマルティネリが使いづらいんで、ちょっとビニシウス・ジュニオール左に置いていく感じでやっていきます。こんな感じで、ご飯やっていきます。頑張ります。さあ、ルンメギのキックオフと、さあ、しっかりジェズ寄せこうか。さあ、ちょっとマジ、この立ち上がりのやつマジ警戒。立ち上がりのやつね、よくやられるんだけど、ちょっとよう警戒マジ。止め方わかんないから、俺。ナイス。あー、いいターンセットだな。ただ、パケニング。読んでよ。オッケー、今なん。ナイス、ワンタッチ。さあ、そしてちょっと、どうしよう。まあ、この辺でいいか。で、フレッチンが一旦キープしてもらって、さあ、展開からの一旦押そうとで、これワンツ。あ、ちょっとミスった。フレッチ。いや、いいスルーパスが、チャウシーバさすが。キマラン。ナイス、キマラン。いやー、ちょっとそれ難しい。キマラン。パケリング。オッケー、ナイス。オッケー、取れるよ。これ取れるよ。チャウシーバ。ナイス、チャウシーバ。よりシンプルにね。オッケー、シンプルに。冷静に繋いでいこうか。あ、ちょ、グレリ。オッケー。さあ、ちょっとビルドアップ下手したんで、迷ったらクリアしていい。オッケー、セカンドボール。ナイス、キマラン。やばい、なんでそんな風裏取られてんだ、このディフェンス陣。追いつけない、もう、ちょっとさ、なんであんなシンプル裏取られてんの、これ。え、面白くなさすぎない、このディフェンスライン。え、なんでそんな簡単に裏取られるかな。ありえないんだけど、こいつら守備が。チアゴシーバとガブ、マガレンってこんなにうんちなの、ディフェンス。ちょっとショックだな、俺。そこはジェズのキックから試合再開と。てか、デルピエロってあんな足速いの、マジで。お、ナイス。いや、惜しいな。デルピエロってさ、あんまり俺足速いイメージないんだけどさ、あんな速いの。てか、普通にチアゴシーバが遅すぎるだけなのかな。さあ、ただビンシーズクラス上げるほうか。ナイス、ビンシーズ。いや、いいディフェンスだな、こいつ。なんであそこで足が出るんだ、こいつ。オートスライディング切ってねえのか、こいつ。さあ、ギマランのコーナーキックと。さあ、いいボールいったぞ、これね。さあ、しっかりフレッチ、セカンド、ミリト、お前、ちょっとそれ無理だって、お前。ミリト早く立って、お前。ディフェンスされてねえって。足りてなくはねえか。オッケーナイス。オッケーナイスです。ナイス、ミリトン。もう、ロドリ邪魔すぎる、このゲーム。オッケー、バケティング。え、もう読んでんだけど、仲間でカットしてほしいんだけど。オッケーナイス。さあ、ディフェンス行こうか、フレッチ。オッケーナイス。さあ、チャゴシバ。ナイス、チャゴシバ。オッケーナイス。ナイス、ミリトン。さあ、素晴らしいワンタッチからの。さあ、素晴らしいよ、バケティング。あ、ちょっと呼ばれてるわ。ミスった、最悪。あ、結果俺、なんとかしろ。オッケー、ナイス、セカンド。フレッチ。いや、ロドリさ、トロップうますぎない、それは、さすがに。ナイス、キマラン。オッケー、フレッチ、いけろ、これ。あ、フレッチじゃない、ジェズ。ガブリエル・ジェズ、スカート、ビシュス。ナイス、ビシュス。オッケー、蹴らしておいて、しっかり、捨てこうか。頼む、マジ、もうさ、ルンメンゲ強すぎるって。ナイス、負けた。ジェズ、ワンタッチ、ナイス、ジェズ。さあ、バルニオ、これ、一旦キープ、ナイス、バルニオ。あ、そして、フレッチ、素晴らしい。そして、最後の動き。さあ、素晴らしいよ。そして、折り返しからの。あー、バケティング、バケティング、もう、ナイスキーパーすぎる、こいつ、誰だ、キーパー。
それがギマランのコーナーキット。いや、これもかなりいいボールだぞ。さあ、素晴らしいよ。ビジュース、セカンド。もうなんでセカンドさ、もうこの、うわ、何やってるこいつマジさっきから。お前らさ、決めれると思ってんのか、それ、本当に。取ってくれ、頑張って。おい、デルビルがうぜってさっきから。セカンド、おい、ナイス、ワタッチ。オッケー、ナイス、フレッチ、フレッチ、フレッチ。フレッチ、お前、フレッチ戦うべ。アグレッシブレス99ハンドだろ、お前。もうそんな繋がらなきゃねえだろ、お前。ノーで邪魔くせまして。おい、ワンタッチくるよ。ああ、いいワンタッチだな、これな。オッケー、ただ、ミリトン素晴らしいよ。あ、そっちじゃねえって、お前ら、ちょっとさ。おい、一旦落ち着け。一旦落ち着け、ミリトン。ミリトン、そんなヒール出すの、お前、アホ。オッケー、ナイス。ギバラン、ギバラン、いいよ、ギバラン、バゲニング。さあ、ワンタッチね。さあ、素晴らしいよ、ビンシーズ。ああ、ちょっとこれ厳しいか。さあ、ただ、ビンシーズ、再びワンツーね。再びワンツー。この天下の俺の方と、天下の俺の方とワンツーね。そして、クロスからの。バケティング、いや、バケティング、お前決めろよ、いい加減。どんだけ決めれんだ、お前、決定力低すぎる。さあ、テイボーのゴリキと。いや、テイボーもいいキーパーだよな、マジで。俺のレオジャルディよりは間違いなくいいキーパー。ナイス、チェオシバ。さあ、フレッチ。フレッチ、そんなお前つながるわけねえだろ、お前、バカ。オッケー、ナイス。さあ、マガリャンがしっかりディフェンスしていきつつの、あ、ちょ、ビルドアップできないんだって、俺は。危ない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 。ナイス、フレッチ。さあ、フレッチ、ワンタッチ。さあ、フレッチからの、バケティングからの。さあ、素晴らしいビンシューズね。ビンシューズ、これ、抜けるわ、これ。ビンシューズいけるわ、これ。あれ、パスコースかねえわ、これ。あ、無理だ、これ。ああ、決めろ決めろ、おいで、いけ、決まら、皆さん、ナイス、決まら、フレッチ。いやー、最悪、マジか。まあちょっと引き分けか。いや、まあでも内容では俺じゃね、正直。結構俺の勝ちは作ったよね。もうそういう問題じゃないんだけど、絶対俺の勝ちはこれ、さすがに俺の勝ちだから、もう一試合やってきます。さあ、マッチングしました。うなじアラビアさん、対戦よろしくお願いします。ちょっとよくわかんない名前なんだけど、対戦よろしくお願いしますと。そして選手の状況見ていきましょうか。お、みんないいね。やっぱみんないいね、マジ最近ね。さあ、ジョエリントン、ちょっと今日初スタメン行こうか。まあ、あとはそうだな、マガリアンもスタメン行こうか。で、まあ、あとは変えなくていいんじゃないか。リシャルリソンも使ってあげたけど、まあ、後半から使っていこうか。で、ちょっとアイテム使っと、確認していくと。さあ、なんかちょっと見たことないアイコンの、なんかこれ、ブースターみたいな、ブースターじゃねえな、なんか変な、ようわかんない選手が多数いるんだけど、まあ、やっていきましょうか。多分勝てると思うんでね。こんな感じでやっていきます。さあ、ビンシューズ、これは試合開始と、まあ、ちょっとね、3試合目になってくるんで、若干ちょっと俺の元気が、持つのか、ちょっと若干不安なところあるんだけど、まあ、やっていこうか。しっかりね、切断勝ち、前半切断勝ちを目標にやっていく。サブルの、いや、惜しいね。さあ、オッケー、いいよ。あー、ちょっと、いや、ネイマール、なんでこんな。オッケー、大丈夫。ナイスワンタッチ。そして、シンプルに、縦パスぶっ刺しつつの、さあ、一旦ギマラン経由からの、一旦大外からの、サラフィンワンタッチからの、これ、いい箇所パスじゃないこれ。どうにか、よしよしよし、しっかり先手取っていくと。いや、今のパスはちょっとスーパーだったね、ジョエリットかな。ジョエリット意外とパスもいけるタイプか。いいね。そこがケインのキックオフと。さあ、ちょっと、追加点で、ね、狙っていこうか。前半切断勝ちするには、やっぱ、3対0ぐらい必要だと思うんで。さあ、ビジネス、一旦押すね。一旦押すからの、サバンたちと。そして、ロドリゴか。一旦こう、もう一回。あー、欲しいな。いや、ちょっと待って、ディフェンスしっかりディフェンスしていけ。カビチャバ、オッケーオッケー。レオペレイラ、大丈夫だよ、レオペレイラ、ね。レオペレイラ、距離取っていくか。オッケーです、カビチャバ。いいプレスバックだね。カビチャバ、取り切って。オーケーナイス。さあ、レオペレイラが、しっかりと、いや、意外とスピードも切れるな。さあ、ったらさすがに無理だったな、これはな。さあ、ったらカズミロ。ナイスカズミロ。さあ、セカンドボール。さあ、ジョニトン。ナイスジョニトン。さあ、ジョニトン。カズミロ。からの、ロドリゴからの。これ、ビシューズいけんじゃん、これ。さあ、ビシューズ素晴らしい抜け出しからの、これ、シュートだろ、これね。ビシューズ、なんだ、このジェフのお前。やる気のないキャッチは。ムカつくな、こいつ。オーケーナイス。オーケーオーケー。カズミロ。これいけるわ、これ。ナイス。そして、これワンツー抜け出しとか。いや、そっちじゃねえんだけどな。まあ、結果、これ。オーケー、ビシューズです。いやー、そうしな。さあ、こっちエフィーのゴールキックと。さあ、チェフからね、あんなあっさり点が取れると思わなかったんだけど、まあちょっとね、チェフは本当にね、ゴミみたいなキーパーだと思ってるんで、俺はね。ちょっとチェフからあんなあっさり点取れたことを、ちょっと今回は、ちょっと、運がいいと思うんで、今回ね。オーケーナイス。ちょっとね、多分チェフから2点取るの難しいと思うんで、正直ね。ほんとチェフね、シュート30本くらいってようやく、1点入るくらいと思ってるから、ちょ、チェフから1点取れたんで、ちょっと、なんとか、守り切る方向もちょっと厳しいんだけど、ちょっとチェフからもう1点取ることは、多分俺不可能だと思ってるんで、ほんとチェフは俺トラウマを抱えてるぐらいチェフは好きじゃないんで、ちょ、マジで、ディフェンス集中してこう、やっていこうか、今日はね。さあ、ったら、そんなこと言いつつ、しっかり追加点もちろんやっていくと。そして、ジョエリント素晴らしい抜け出しだね、ジョエリントね。これ、ジョエリントジブレガー、これ。ジョエリントー、うぅ、結構いいシュート打つんだけどな、さっきからみんな。いや、決定力不足だな、今日な。さあ、こっち F のゴールキックと。さあ、ちょっともう本当はね、本来なら 3-0 くらいになっててもおかしくないんだけど、ちょっとなんとか、ちょっと 1-0 になっちゃってるんで、ちょっと追加点ね、しっかり狙っていこうか。ちょっとなんかさっきから俺何言ってるか分かんなくないか、大丈夫か、みんな。ちょっと、さっきから俺何言ってるか分かんない気がするんだけど、大丈夫かな。さあ、ただしっかりディフェンスしようか。さあ、ベリンガーは大したことないんでね、大丈夫ですよ。これ、うわー、ナイスキーパー。いや、ちょっと待って、今の止めてくれるよ、ありがとう。まあ、散々俺のね、決定機決まってないんだから、まあ、そんぐらい、まあ、プラマイゼロみたいなとこあるんだけど、さあ、ラフィンヤしっかり抜け出していく。ラフィンヤこれシンプルに使っていこうか。そして、ナイスなんですよね、これね。あー、ちょっと、前線ちょっと仲悪いのか、今日。オッケーオッケーオッケー。さあ、ローディゴ。オッケーオッケー。ここがいい感じにサイド旋回されていくから、ジョリンとしっかりね、彼はね、プレスの意識も非常に高いんで、ちょっと、プレイが荒いことで話題になるんだけど、さあ、ここはシンプルに、ディフェンスいこうか。ナイス、レオペレラ。そして、タレパスをぶっ刺していきつつの、ジョリント、これ運んでもらって、一旦ビジネスぶっ刺しつつの、ちょっとそれは無理だな。
ラフィア、ラフィア、ちょっとなんか相手のフォーメーションちょっと待って、相手なんかちょっと前半終了間際なのに、なんかもう試合終了間際ぐらい上がってきてんだけど大丈夫か相手。ちょっと待って、ちょっとこれさ、カウンターでちょっと1点取りたいなマジで。ラフィンやワンツーね、ラフィンやワンツーね、この俺の殿下の音、右サイド、左サイドのワンツー、両サイドのワンツー、マジ俺の殿下の音だから、シューズ、ミンシューズ、これ、後ろ向いて、シューズ終わってよ、これ、ミンシューズ、やっと、もうさ、やっぱさ、チェフだからさ、そんな簡単に入んないんだよ、マジで、本当キモいからね、このキーパー。そこはギマランのコーナーキット、さ、あいつはマイスされてないと思うんで、いけんじゃないか、これ、ビン、スカート、ロドリゴ、ロドリゴ、惜しい。いや、今のもったいない、なんとか、ね、ゴールまで行きたかったけど、まあ、仕方ない。ただ、押せてたと思うんで、ちょっと、できれば 2-0 にしたかったけど、まあ、1-0 は悪くないんでね、しっかり後半目切り替えてやっていこうか。そこはケイン抜き、グラッシーやりたいけど、ちょっと相手がね、めちゃくちゃ攻撃点来てるんで、ちょっとここで、追いつかれると非常にまずいんで、ちょっと、2点目ね、攻撃点来てるんで、相手がね、2点目多分狙いやすいシチュエーションだと思うんで、超しっかりディフェンスをやって、こういう簡単でね、一発ぶち込んで、簡単俺結構得意なんで、さあ、今な、素晴らしいラフィーナよ。さあ、ラフィーナしっかりこれ運んでもらって、これラフィーナいけんじゃん、これ。ナイスラフィーナ、ナイスラフィーナ、して、今な、ナイス今な、ジョエリトーン、もうマジでこのキーパーキモい、ほんとに。がギマランのコーナーキット。いや、ちょっと巻きすぎた気がするけど、大丈夫か、これ。ビジネス、いけるか、ビジネス、よし。いや、久々にコーナーキーから点取った、マジで。スカッとするわ、これ。さあ、ケイン抜きキックオフと、さあ、行ってるそばからね、しっかりね、2点目取れたんで、まあ、3点目狙うと、まあ、おそらく、切断勝ち狙っていけるんで、オッケーナイス。いや、オッケー、ナイス、今な。オッケー、ちょっと、誰か、みんな行け。やめてよ、オッケー、さすがにな、お前。さすがにそんな入ったら、お前、俺、許さないぞ、マジで。あんだけ俺は頑張って2点しか取れてないのに。さあ、今な、ナイス、今な。さあ、これ、あ、ちょっと読まれてんな。さあ、繋がっていきつつの。さあ、ジョリントン。ナイス、ロリゴ、これです、ロリゴ、これです。アードルとごときに負けんな。オッケー。さあ、これ、ギマラが素晴らしいディフェンスと。そして、ギマラマッチ。ナイス、スピンシス。オッケー、一旦押す展開からの、さあ、ロリゴ、俺の天下のホットワンツ。この天下のホットワンツ、マジ、絶対真似しちゃうから、みんな。そして、シンプルにマイナスクロス上げようか。ちょっと、マイナスって俺の思ったマイナスじゃなかったな。さあ、ただ、マガネン素晴らしいよ。あ、ちょっとセカンドボール？マガネン、お前ちょっと、ほんとお前さ、お前今のお前、シャレになんねえぐらいのゴミミスなんだけどさ。オッケーナイス？カズミロ？オッケー、大丈夫？みんな？まあ、これはしょうがないな。これマガネンが悪いんで、これはしょうがない。これ確実にマガネンが悪いんです、ほんとにね。何がしてんだいと。なんでこんな収集なんだ？さあ、ちょっと相手が選手変えたいって言うんで、ちょっとこっちも変えていこうか。で、とりあえず、今のうちに自動選手交代を切っておく。さすがにね、この時間帯になると勝手に変えられちゃうからね。さあ、ちょっとジョエリントン頑張ってくれたんだけど、まあ、ここはさすがに、フレッチでちょっと若干守備を固めつつの、まあ、左に、リシャルリソン全然どこでもいけるんで、あ、左にビンシューズにして、まあ、そうだな。で、インサイドハーフのところに、まあ、そうだな。ただ変えるやついねえな。元祖ちょっと途中に入れるほど、ね、ね、守備ができる選手じゃないんで、ちょっと、こんぐらいで、とりあえずはね。それはリシャルリソンのキックオフと。さあ、ちょっと1点差怖いんだけど、まあ、多分大丈夫だと思うんで、とりあえず3点目狙っていこうか。オッケーナイス、大丈夫だよ。オッケーナイス、レオペレラ。オッケーナイス、レオペレラ。レオペレラ結構ね、ビルドアップもうまいんで、ちょっとそこもね、見てほしい。さあ、素晴らしいよ、フレッチ。いやー、素晴らしい、ビーシューズ。いい抜き出しよ、前入って。ビーシューズ授業もう、ダメだ、ビギ。それがチェフのゴールキックと。ちょっとさ、明らかにさ、俺もう 4-0、5-0 ぐらいになってもいいぐらいさ、俺、押し込んでると思うんだけどさ、マジで今日なんか決定力がねえのか。ちょっとよくわかんないんだけど、ちょっとマジで、ちょっと、本当に、これ負けたら試合にならんよ、負けたらって、追いつかれたら試合にならんから、ちょっと真剣やっていくよ、マジで。まあ、いつも真剣やってんだけど、これラフィニャ。ナイスラフィニャ。いや、素晴らしいだろ、突破ラフィニャ。ラフィニャらしいだろ、突破からの？これカットインしていこうか。ここでラフィニャらしいが、カットインからの？さあ、ハウスペース？取りつつの、これちょっとギマランオフサイ臭いから、ちょっとミリトンでいいわ、これ。なんやってんの、ミリトン、マジで。それがチェフィーのゴールキックと。ちょっとマジで怖いな。この、ね、相手、ね、前線枚数かけてきてるからさ、普通にカウンター一発ぶち込まれそうだからさ、マジで。ロビーいけ！あ、惜しいな。これさ、マジ、本当に、追いつかれるの本当に怖いからさ、多分相手さ、これさ、おそらくなんだけど、おそらく、まあ、10試合目で勝たないと勝ち点がもらえないんじゃないかっていうね、俺の考察ちょっと合ってるかな、神様ナイス。多分そんな気がするんだけど、多分そうだと思うんだけど。ちょっとこれ厳しいか。姫で使ってんのはこいつ渋いな、結構。フレッチ、アグレッシブです。99見せてきて。ナイスフレッチ。ラフィーニャー！もうマジで入んねん今
おかしいなマジで今日の試合、この試合。さすがチェフィーのゴール撃と、もう何回チェフィーのゴール撃と言えばいいかわからないぐらい俺マジでシュート打ってんだけどさ、そろそろもう1点ぐらい入ってくれてもいいんだけどさ、こういうさワンチャンス簡単にあっさり決められるの本当にね寒いんで、ちょっと神シャーバー、お前本当にいい加減しろマジ、お前本当にいい加減しろ、本当にやめろ、本当にそういう思んないことすんなマジで。そこがレオ・ジャルディンのゴール撃と、さあしっかりねリシャルリスのセリアム強いんでヒメネスごときに負けることじゃないんでしっかり競っていくと、そしてラフィーニャ、あつかのボール、そうナイスラフィーニャ、いやラフィーニャちょっとナイスやねんな、いやちょっとまずいなこれ、ちょっとまずいよ、マジまずい、ハウスウィスク絶対こっち来るよ、オッケーナイス、カピシャバーカピシャバー、さあ素晴らしいよフレッチ、一旦これ空いてるね、浮いてるねラフィーニャね、浮いてるから浮いてるってそういう意味じゃないよ。さあそしてギマランに渡しつつの、一旦ギマラン出してリシャルリソン、ポストプレイ上手いんでナイスリシャルリソン。さあそしてミリトンがただちょっと中準備できてないんだけど、まあクロスが出ようか、オッケー、マイボールかなこれね。そこはギマランのコーナーキット、ちょっと選手変えたかったんだけどちょっと蹴っちゃったわ、いけんじゃないこれ、ラビギャスカート、ラビギャ、あー惜しい、ダラム、あーちょっとやばいやばい、カメシャバカメシャバ、お前さちょ、ほんとマジやめろ、マジクレリってちょ、いやちょっと待って、デリフトだから大丈夫、さすがにデリフトだから大丈夫、オッケー大丈夫、シンバン、フェナルスよシンバン、オッケー、危ねなんとか3連勝防御取っていくと、いやちょっとでも疲れちゃったから終わろうかな。さあそしてちょっと次の試合がね、音声が入ってなかったってことで、ちょっと後付けで実況していくんだけど、さあもうちょっと対戦やってよろしくお願いしますってことで、ジェズス絶好調と、そうして、ちょっと待って、ちょっと昨日撮った動画だからちょっと記憶もないんだけど、ルーカス・ペラを、キーマンしつつの、であとチアゴ・シバコーチャーに使っていくと、そしてガブレル・マルティネリは、後半からいい感じかな、まあ、ちょっとで相手のスカート確認してみると、ちょっと結構肝めのスカートだったんで、まあ、ちょっと頑張っていきますみたいなことを、言ってたかな、まあ、そして、ちょっと対戦相手をお待ちしていますと、そして試合開始かな。さあジェズのキックオフと、カゼミロからの、まずはギマラン、あちょっと惜しいな、さあちょっとここ、ギマランナイスかったな、これな、そして、いい感じに、抜け出していくつの、あいいワンタッチ、あジェズ、いや惜しいなジェズね、ちょっと待って、俺もさ記憶がねえからさ、ちょっと面白いわ、なんか試合本当にガチの試合見てるみたいでちょっと盛り上がるな俺だ。さあ相手のゴールキックと、さあここ誰だ、チェオシバか、しっかり競っていきつつの、ワンタッチからの、さあ素晴らしい抜け出したなこれな、そしてバルニョ、おいいよ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 、シュート悪いんじゃないこれ、いや惜しいな、打てねえかシュート、さあたら寄せていく、ラビニョ寄せていく、いや惜しいよ今な、あこれインターセプトできんじゃないか、カズミロ、いやそれ取れたな今な、なさすがのミリトンと、そしてミリトンすればさすか、誰出してダメだよ、大丈夫か、おい、ちょっと相手倒してダメならそれな。あ、ちょ、出てダメ。いや、まずいよ、かよい引き。ただ、これ、ルーカス・パケダが頑張って戻っているけど、このラバシューバーって選手が異常に足が来て追いつけなかったんでね。さあ、しっかりミリトン読んでインターセプトしていきつつの。さあ、これ、ジェズが、しっかり、競れるか、ジェズ、セカンドボール、ジェズ。いや、素晴らしい、ジェズで。さあ、そして、さらに願いするぞ、ロドリゴ。これ、ダブルタッチじゃないか、ロドリゴ。いや、惜しいよ。あ、惜しいね。あ、いいインターセプトだな、これな。あったら、これ、ちょっと無理か。あったら、パケティングつなげつつの。あ、素晴らしいワンタッチだよ。あ、ロドリゴ。あ、あったら、ちょっと下手くそだな。さあ、たらこれで進行か。いや、いいインターセプトデーモンからの。さあ、くさび入れつつの。これターンして。どこ行くんだ、お前。あ、からの。なんでこれが繋がんないんだ、大丈夫か。さあ、たら切り替えて進行か、これで。さあ、これ1対1ね、ミリトン。いや、さすがに1対1ミリトンだね。さあ、これ一旦ただませいけるか、さあ、一旦立って預けつつの、これワンツね。このオールドテイカーのオールドワンツね。いや、いいよ、ミリトンいいよ。で、クロスシンプル上げつつの。ちょっとラフィーニャクロスで託すじゃないか。いや、ラフィーニャ結構ピンポイントクロスつけてるから、割とクロスも上手いはずなんだけど、なかなか繋がらないな。さあ、リベンジ行こうか、これね、ネイマルね。大丈夫か、あいつ、ちょっと待って。ネイマル強すぎねえか、ちょっと、おい、このネイマル、ちょっとチート気味強えぞ。いや、チアゴシバ、追いつけない。このネイマル、マジ強えな、これ、ちょっと、俺はこのネイマル、売却したんだけど、このネイマル、ちょっと一回くらい使ってみたかったな、さすがに。さあ、ただしっかり繋いでいくと。いや、そっちまずくねえか、大丈夫か、大丈夫か、これ大丈夫か、これやられんじゃねえか、よー、ナイスキーパー。いや、さすがルーカス・ペラ絶好調なだけあんな、しっかりセカンドボールも回収していくと、さあ、カヨイキ、ここ冷静にビルドアップしていこうか。さあ、カズメロがしっかりプレイメイキングをしていきつつの、さあ、カヨイキ運びつつの、一旦サイドに叩くと。で、ワンタッチからの、大外はちょっとで、あんま準備してなかったな。さあ、ちょっと取られてしまったが、しっかり戻っていこうか、これね。大丈夫だよ、カズメロ。オッケー、ナイスディフェンス。オッケー、大丈夫だよ。一旦サイド叩かせといて、しっかり寄せるからね、カヨイキね。いや、素晴らしいディフェンスだな。そしたらパスさせつつのワンタッチね。オーナーさんたち。いやー、ちょっとそっちじゃねえよな、今。左サイドバックバックって大丈夫か、俺。オッケーナイス。いや、素晴らしいディフェンス。いや、素晴らしいディフェンス。あー、惜しい。いや、いいマイプレだな。ただ、ファウルと。さあ、しっかりここもね、クイックリスタートしていくと。さあ、しワンツー抜けていこうか、これで。あー、ちょっといいくさびだったけど、さすがに繋がんないか、そんなアンチュラパスはね。さあ、これガツンできたい。これガツンできたいよ。ガツンできたいよ。いや、ナイス、ガツンと。ガツンと。もう一回ガツンと。オッケーナイスカット。で、スルーパス。あー、それスルーパスじゃなかんな。ナイスディフェンス。いや、ちょっと取り切ってほしいな。大丈夫か、ミリトン。いや、さすがミリトンだな。これネイマールで勝手にしかしてこないんで、正直来る方向分かってたら意味ないんで、ドリブルってやっぱ駆け引きなんで、縦行くか中行くかっていう駆け引きなんで、最近のネイマール中にしか来ないんで、ちょっと正直怖さがないですと。そして一旦サイド展開と。これ大丈夫か、
セカンド？セカンドボール？セカンドボール？いや、ちょっと押されてんな、俺大丈夫か？勝てんのか、この試合。ま、勝った、ま、あんまネタバレよくねえな。ま、勝つんだけど、この試合。一回ミリと様子でいくと、一回ね、前半終わりでクリアしていきますと。そして前半なんとか0対0なんだけど、なかなかの使用試合じゃない？これ、シュートお互い1本ずつってことで、結構試合試合な、使用試合なんだけど、しっかり後半やっていくと。さあ、相手選手交代してきたね、ネイマールに変えて、あ、でもな、ルックマン使ってる。なんか、ルックマンってさ、エバートンだっけ？あ、結構、だからプレミアかどっかのチームにいたと思うんだけど、渋い選手使ってんな。さあ、ただしっかりね、ドリブルしていこうか。あー、ちょっと惜しいな、それな。ただしっかりスカンドボール回収。素晴らしいね、ハフィンヤ。いや、ラフィンヤいいよ。いいバスだね。で、ワタチ。いや、素晴らしいの抜け出したよ、これね。で、折り返しからの。いや、惜しいな。いや、ちょっとこれカウンター怖いよ、カウンター。これガツンといこうか、ガツンといこうか。これガツンといくの、マジサッカー大事なんで、ガツンといくの。ガツンといって、別にファウルで止めていいと思ってる、これ俺はね。いや、ちょっと、やっぱ、ガツンとした方がよかったな、今な。とりあえずガツンと。さあ、いいね。一旦サイド展開しようか。いや、一旦サイドでいいと思うけどな。さあ、縦パスぶっ刺しつつぞ。で、一旦サイド、一旦サイド。いやー、ちょっと、厳しいな、それはな。ただ、回復引き素晴らしいディフェンスからの、エイスルーパスだけど、ちょ、これ繋がんねえか。いや、惜しいな。さあ、縦パス警戒、縦パス警戒。オッケー、ワンダッシュくるよ。オッケー、大丈夫だよ。大丈夫だよ。いや、ナイスカット。これスルーパスいこうか。あー、ちょっともったいないな、これな。さったら繋ぎつつの、いや、素晴らしいよ。これ3人目の動き。いや、素晴らしいな、いけ。いやーこれ素晴らしい連携だな、これやっぱブラジル代表で連携、カット早っ。ブラジル代表マジで連携がマジいいんで。さあ、ただちょっとこのキックオフからの謎の崩しは本当に俺好きじゃないんで、ちょっとしっかり警戒しようか。さあ、ワンタッチ。いや、素晴らしいよ。もう一回ワンタッチ。いいよ。一旦お外からのこれインナーラップね。いや、一旦幅取らしといて、これインナーラップ使ってきたんだけど、ちょっとパス下手すぎんな、これ。ロドリゴか。さあ、これ対応していこうか。いや、いいヘディングだね。そして、セカンドボール、しっかりヘディング繋ぎつつの、いや、惜しいな。さったら、ただます、一回。オッケー。打たせといて、しっかり取ると。いや、素晴らしいよ。で、ワンツーね。これワンツーね。この俺の殿下の本当、マジこの殿下の本当最強なんで、ぜひ真似してほしい。いや、黒さん切りたい。いや、バケディング。いや、これちょっとカウンター要警戒だな。これなんか点取られる気がするな、ここで。なんか、一個ね、ちょっとね、今でも覚えてんだけど、昨日の、今でも覚えてんだけど、とんでもないプレイが一個あるんで、ちょっとそこだけちょっと、みんなにね、しっかり見てもらいたいんだけど、一個マジとんでもないプレイあるんで、ちょっと、ちゃんと見ててほしい、マジで。ただもうすぐ取られると思うんだけど、一点はね。ちょっとかなりね、終わったプレイ出たんで、ちょっとそこちょっとね、見てもらおうか。さあ、ここかな、多分ね。これ、レオプレイラー、しっかり対応していって、これ、フルミンキ様、ここじゃねえか、もうちょい後か。もうちょい後だな、多分な。もうそろそろだと思うんだけど、ちょっとマジ、終わったプレイ出るんで、さあ、ここちょっと、組み立ていこうか。ラフィンが溜め作ってされるわけねえかいと。さあ、そして持ち上がりつつの、ちょっとこれ出し切れなかったら、多分次のプレイだと思う。さすがに時間的にね。この試合勝つんで、時間的にこの辺で多分点取られないとちょっとおかしくなってくるんで、まだ取られないな。いや、いいワンタッチだな、これな。で、くさび。いや、今、くさびでよかったな、これ。いや、うぜえな、俺結構。過去の俺、だいぶイライラしてるぞ、これ多分。今の俺に対してね。さあ、しっかり繋いでいくと。これ多分来るな、これ多分そろそろ来るな。これね。ここ。で、こうしっかりレオプレイヤー戻っていくんだけど、これ多分ね、ちゃんとね、一旦取るんだけど、これ一旦これしっかり通るんだけど、これね、これね、よく入れある、これね、これ意味不明な挙動ね、これ意味不明な挙動で一旦追いつかれてしまうと。これマジでちょっとほんとね、コナミさん修正した方がいい、マジで。あそこで、クリアボタンを押してもクリアできない選手は、現実に存在しないんで、ちょっとサッカー選手ね。そこちょっとね、コナミさんマジで修正した方がいい。で、しっかりここ溜め作って、しっかりされる展開と。ただミリトン疲れてるんで、ちょっと、クロス上げるんだけど、これ、マイボールかな、多分。これ、多分、セットプレイ、多分、コーナーキックだと思うんだけど、これ、しっかりコーナーキック獲得していって、まあ、コーナーキックで点取るわけじゃないから、もうちょい先から、多分、アディショナルタイムかなんかで点取ると思うんだけど、ただ、そして、自動選手交代切ってないんで、勝手に選手入ってきましたと。さあ、これ、ただ、いいヘディングだが入らないでいくと。さあ、手合わせての、ゴールキックと、パントキックと。さあ、これ、しっかりね、セカンドボール。いや、素晴らしいよ。いや、いい私だね。そして、ヘディング、勝てるか？セカンドそれ無理だろ、それ。あ、いけんのか。あ、これ多分いけるわ、これ。これ見て、このビジネスワンツー。これ素晴らしいね。そしてしっかりファーサイドに、シュート流し込んでいくと、しっかり、ちょっとね、負けるまで終わらないって言ってたんで、ちょっと負けるのちょっと怖かったんだけど、しっかり逆転ゴロ取っていくと。で、さすがに守備的に行くって感じで、多分守備固めてるね、今俺ね。さあ、さすがに、ディフェンスしていって、溜め作って、しっかり出しておいて、これ審判ね、笛鳴らすよね、審判ね。オッケーオッケー。で、なんとか、しっかり勝ち切りましたということで、多分この辺で多分次の試合を始まると思うんで、まぁ、ちょっと一旦、さよなら。さあ、マッチングしました。新丸帝国さん対戦よろしくお願いします。おそらく、これに勝てるとディビジョン3昇格なんで、まぁ、とりあえず、まぁ、勝っても負けても、まぁ、この試合で、まぁ、終わってこうかなって感じで、ちょっとやっていこうか。さあ、まあ、ガブリル・ジェズスからの、まぁ、リシャルリソン左で、いや、左ジェズスの方がいいな、真ん中リシャルリソンで、まあそうだな、ジョエリントンとかも好調なんだけど、まあチアゴシューバー、スタメンで行って、まああとはまあ変えなくて、まあ良さそうなんで後半から変える感じ。いや、違うな。ジョエリントンスタメンで行って、これアンカーをギマランに変えていく。で、まあ左パケティ、じゃ左パケだれ、右ジョエリントンかな。で、ちょっと相手のスカットも確認しとこうか。さあまあいい感じに揃ってるけど、まあこれぐらいなら多分勝てると思うんでやっていきましょうか。とか、リシャルリソンのキックから試合開始と、まあさすがにちょっともう動画時間がね、死ぬほど長くなりそうなんで、まあ、今回もね、切断勝ちを狙っていこうか。さあ、そして、しっかりミリトン運んでいきつつの、これシンプルクロス上げてシュートいこう、これ。リシャルリソン！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 オッケー！クロス！押すぞ！
全然スカート決まらないっす。よしよしオッケー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 。さあ立ち上がりからね攻め込んでるんで、まあこの試合もねしっかり勝てると思いますと頑張っていこうか。ちょスキップします。リプレイもね見てくれそうだったけど相手ね。それはデレック・ジーターのゴールキフト。さあ今回もチェフじゃないんで相手のキーパーがね多分勝てると思いますと。さあジョシバ、ナイスジョシバ、ギバナ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 、ジョシバ、ナイスジョシバで一旦押すと、一旦押すとからこれ待つね。さあそしてジェズスちょっとポジション悪いな。リシャルリソンか、しょうがないな。リシャルリソンあんまり上手くねえから。さあただジェズ、ナイスジェズ、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 ナイスヒール、あ全然ナイスヒールじゃない。あーナイスパッケリング。さあそしてしっかりつなぎつつのそっちじゃないな。ラミア、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 そこでヒールを出してくる相手余裕だな。さあただこうミリトンね、ミリトンマジ高さあるんで、さあパケリンからの一旦これビート使うわ。素晴らしい飛び出しないミリトンね。でまずいまずいこうこれでまずね。ないけどミリトン。まあ結果これ。オッケークロス。しっかり。チェス、リシャルリソン。リシャルリソン。あー、お前奥さんでいくな。オッケー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 。さあ、あちょっと待って、なんでシュートになってんのこれ。マジでキモいこのゲーム。もう本当やめて、やめてやめてやめて。じゃあ欲しいわ。あ終わったこれマジで。ちょもう本当やだ、本当にやだマジ。これが。もうさあ、あそこでシュートになっちゃうのさ本当にやなんだけどマジで。思うねえわこれ。リシャリソンのキックオフと、まあ、多分ね確実に普通にやってれば勝てると思うんで、まあ、1点ぐらいまあハンディキャップとして、まあ、しっかりやっていこうか。さあラフィニャナイス、これワンツー抜けていこうか。いやーちょっと調子悪いな今日みんな、ちょっとおかしいな様子が。オッケーオッケー、ミリトン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 、オッケーオッケー、しっかりスルーパス出されていいか。レオペレイラね、お前ささっきのお前のプレイでちょっとやられてるからだいぶな。おいナイスレオチャリティ、あーちょっとそっちじゃねえけどまあいいか。まあジェイスこれワンツー抜けていこうか。さあバケリング、ナイスバケリング、オッケー、ジョリントン。素晴らしいよ、ジョリントンね。あー、ちょっと左使って、右使ってもよかったけど、まあ、ジェスでいいや。ジェス、自分で行こうか、ジェス。自分で、ジェス、ジェス、ナイス、ジェス、ジェス、オッケー。あー、ちょっと、チャオシーバ、さすがに大丈夫。ナイス、チャオシーバ、さあ、ジョリントン、ジョリントン。ナイス、ジョリントン。で、ラビニャ、これワンツー抜けていこうか。さあ、前回のほうとワンツー炸裂しきつつの、さあ、シンプルクロスからの。あー、ちょっともったいねえな、これ。いやー、もったいねえ、今のは。まあ、でもしょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがない。さあ、とりあえず前半でちょっと追いつこうか。前半で追いつけば、まあ、やっていけると思うんで。オッケーナイス。オッケーナイス、チョウシバ。さあ、チョウシバ。タラバスプさしていこうか。そのワンツーね。あ、これラフィンが空いてるわ。これ。ナイス、ジョエリントン。あ、ジョエリントンさ、ちょっと。いや、ジョエリントンさ、正直、ジョエリントン使わなくていい気がするんだけど、まあ、そんなこと言ってもしょうがないんで。さあ、これいけな、これ。オッケーナイス。リシャリソン。ジェス。いやー、ちょっと惜しいな、これ。いや、ただ、ジョエリントン。あ、じゃあ、カビシャバ出ちゃダメ。だから、レオペレーラ出ていこうか。もう遅すぎるこのセンターバックコンビマジで。ちょこのセンターバックコンビさディフェンスセンスは高いんだけどさスピードがちょっとなさすぎてさマジでちょっと厳しい気がする。さあ一旦ね一旦お外からのカピシャバ、ナイスカピシャバ、カピシャバワズね、大丈夫大丈夫だよジェス大丈夫だよね。これハースレス取っていこうか。さあ素晴らしいクロスからのオッケーラニア、よしよしとりあえず追いついていくと、いやまあさすがにね、さすがにこんな相手に負けられないんでね。さあムバッペのキックオフと、まあ多分ね地頭っていうか自力は多分俺の方があると思うんで、まあ普通にやっていこうか。普通にやってきたら多分勝てると思うんで。さあ、ただこれはさすが相手のキーパーキャッチかな。さあ、ただジェズ戻っていこうか。ジェズ。オッケーオッケー。ここはしっかり弾き返していくか。ミリトンがいることによって、ここの空中戦がね、非常に強さ出せるんで、さあ、ラフィンがいいよ。これ一旦ぶっ刺せるわ、これ。ぶっ刺しつつの、さあ、ワンタッチからの、いや、ちょっとバケティングポジションが悪いな。もうちょっと飛び込んでてほしかったが、あー、それ取り切ってほしいな。もったいねえな、これはな。さあ、ただ立てね、立てかすな、立てかすな。カピシャバ、カピシャバ。これオフサイかけれねえか。オフサイだよね、さすがにね。さあ、ここはレオジャルディンのフリーキックと、さあ、シンプルに蹴り込んでいって、これラフィン頑張ろうか。ナイスラフィンや。スカンド、ギバナ。ナイスギバナ。さあギバナこれ。あーちょっと審判。いや、ここで鳴らす審判はちょっと分かってねえな。なんかちょっと大変で入ってなんかギブアップしちゃったんで、ちょっと勝ってしまいましたということで、ちょっと昇格してしまったな。なんかぬるっと昇格してしまったんだけど、まあいいんじゃないですかね。仕方ない、これは。これはしょうがない。さあ、ディビジョン3に昇格と。いや、久々にディビジョン1まで来た。やっぱ、ブラジル代表スカット強えなと。いうことで、まあちょっとさすがにちょっとスタミナがね、俺の体力がなくなってきちゃったんで、まあこの辺で、まあ次回からディビジョン3挑戦をね、本格的に始めていこうかなと思うので、まあとりあえず今日の動画はこの辺で、さすがに終わっていこうと思います。ということで、ここまで、ね、長々とね、ご視聴してくれた人たちは本当にありがとうございましたと。最後まで見た人はね、ぜひコメントでね、最後まで見ましたっていう報告をしてくれると、非常に俺もね、ありがたいというか嬉しいんで、まあそんな感じで、ぜひよろしくお願いしますということで、次回の動画も見てください。さよなら。